久保さん。いや、お正月ね。もう終わりっすかね、お正月っていうのは。なんかもう、本当に、2021年、終わった気がします、僕は。<laughs> ま、あ今回のテーマはね、あの、差をつけるっていうね。差をつけるってことですね。ま、ああの、以前ですね、お客さんに言われたことがあって、あー、みんなが休みの時に、休めない。 ビジネスってどうなのかなっていう,う、ご意見をいただいてね、みんなが休んでる時もう休みたいよね、と。てかそ、それ、そうじゃないと、よく、そうじゃないとなな、まあそんな感じでね、要は人が休んでる時も仕事してたら、それはその、自分のライフスタイルじゃないみたいなね、なんかいただいたことがありまして、 まあ、久保さんとか僕の場合は、もうその仕事と、多分その、もう趣味じゃないですか、動画撮るとか。まあ、単純に暇ですもんね。<laughs> 動画撮ってなかったら。久保さんどうすかね動画撮ってなかったら暇じゃないですか。一本も動画撮ってなかったら多分暇だと思うんですよね <laughs>。だからもうなんか趣味になってる部分があるんで、うん。なんか、多くの人ってやっぱその、お仕事と、 休みの境目がやっぱある人がほとんどなんじゃないかなと思うんですよね。だから仕事は仕事、休みは休みみたいな。だから僕とか久保さんなんかも,もう趣味になっちゃってるんで、趣味って、うーん、趣味ですよね <laughs>。だからそれを仕事と言うのかっていうね、すごい話なんですけど、だからあのネットで稼ぎたいんだったらやっぱここに到達するのが一番いいんじゃないかなっていう。 発信することがも,うもはや趣味になっている、まあ、生活の一部になっているっていうところでそうなると勝手にね勝手に人と差がつくっていうだってほと,ほとんど9割9分の人っていうのは仕事とプライベートの境目を作っていてプライベートはプライベートだからやらないって話じゃないですかでも久保さんと僕はコンスタントに別に元旦だろうが何だろうが別にやってるので絶対差はつくじゃないですか 多分、ね、ここめっちゃ大事だと思うんですよね。うん。なんかもう普通にその習慣というか趣味。うん。やってないと気持ち合う。歯磨きをしていないと気持ちが悪いみたいなレベルまで行くっていうのが一番大事だと思います。あの、続けていくとか稼ぐ上で。うん。なんかアップルがね、アップルが毎年新商品、あのアップデート商品を 投入してくるわけでこれ出さなかったら、まあ、ビジネスじゃないし多分無理ですよね。3年前のパソコンずっと売れないし。だから常に何か新しいことをやるっていうのがビジネスで、まあ、それを例えばアップルで働いてる人の全員ではないですけども、なんか新しい商品開発するのを楽しくやってると思うんですよね。一部の人は。次どんな商品作ろうみたいな。ワクワクしてね。だそれ、そこ、そうなると、 すごくいいんじゃなないいかなと思います、ね、じゃあそうなるためにはどうすればいいかっていうとやっぱあののめり込むっていう今やってることにのめり込んでうーんまあ最初はなんか嫌でやってたとしてものめり込んでどんどんやってその面白みだったりとか見つけていくといいんじゃないかなと思いますなんか好きなことで生きていくってありましたけど嫌いなことも好きにするそれが仕事なんじゃないかなと 嫌いなことでも好きになるっていう。だ全部好きになるっていう。だから、久保さんも FX とかもね、最初じゃあ難しくて、まあ好きだったかっていうと、多分難しいことで覚えないといけないこともたくさんあったし、好きではなかったと思うんですよ。うん、めちゃめちゃ好きだっていう。相場見てもわかんなかっただろうし、でもそれやり込んだらわかるんで楽しいですよね。僕はこれ、将棋で体験したんですけど、小学校の時将棋をやっていて、 最初全然分かんないし正気なんかねつまんないものだと思ってたしつまんなかったけどやればやるほど面白みが分かってゲーム性が分かって楽しくなってったっていうだそういうことが大事なんじゃないかなと思いますけどねで僕の人は嫌いなまま嫌いで終わる言ってらっしゃい